皆さんこんにちは、池さんです。大変お待たせしました。今回は湯沢のリゾートマンションの暮らしに興味がある方、購入を検討されている方たちの多くが気になっていると思います。題してオール電化のリゾマン、冬の暖房光熱費ってどのぐらいかかるの。というわけでね、このタイトル、このテーマで今日はお話をしていきたいと思いますけども、なんせリゾートマンションのほとんどが30年オーバーの物件で、その多くが当時のオール電化の給湯暖房設備っていうのを使用している状況なんですね。というわけで、このオール電化のリゾマンの冬のね、一番寒い期間を暮らした池さんが、ここの暮らしでかかった暖房光熱費っていうのを全部公開しちゃいたいと思います。湯沢のリゾートマンションを検討する際の、まあ一つの目安としてね、お役に立てればと思いますので、ぜひ最後までご覧になってってください。天然パーマ。では早速お話ししていこうと思うのですが、このね、湯沢のリゾートマンション、電気、オール電化の、暖房設備のマンションが一番多いんですけども、その他にガス給湯暖房設備のあるマンションとか、それから石油ファンヒーター、がついている暖房設備のマンションっていうのもあるんですね。なのでそれぞれの暖房設備のあるリゾートマンションで暮らした際の、暖房光熱費っていうのと比較検討しながら、このオール電化のマンションってどうなのかっていうところをお話ししていきたいと思います。我が家が昨シーズン住んだリゾートマンションがガス給湯暖房の、お部屋だったんですね。広さは 1LDK で42平米というお部屋でした。今ね、住んでいる、暮らしているこの部屋と、ほぼ同じ広さだったので比較検討するのにはちょうど良いかと思います。で、このね、ガス設備の部屋で厳冬期にかかった1ヶ月のガス代の平均金額ですね、こちらです。ダダン、13,000円。これがガスの暖房と、それから給湯器ね、に使用した、ガス代の1ヶ月の平均金額です。13,000円。1日の平均使用時間はだいたい8時間使っていました。一つの目安にしてみてください。で、これにプラス電気代っていうのがかかります。この電気代っていうのが、こちら。19,000円。ちょっと高くないかい。いや、結構高い。高すぎる。これはね、電気カーペットと、それから、電気オイルヒーターっていうのをね、常時併用して使ってたので、まあ、この辺が、かさんでしまった理由なのかなと思いますが、やはりガスの暖房、プラス電気の暖房も実は併用していたんですね。まあ、その分、部屋はもうめちゃめちゃ暖かくて快適だったんですけども、ちょっとね、電気代が予想以上にかかってしまっていたので、今思うと、コスパ悪かったかななんてね、思います。そして、水道料金。これはね、1ヶ月平均1000円ぐらいです。これね、湯沢のリゾートマンションの多くは地下水を利用しているので、そもそも水道料金でね、ものすごい安いんですね。っていうのと、我が家はもう毎日大浴場を利用していて、部屋のお風呂って一回も使ったことないんですね。なので、その分、水道の利用料というのはものすごい削減されているので、まあそういった理由で、水道料金というのはほとんどかかってないのかなと思います。で、まあ結果、ガス設備、のリゾートマンションでの1ヶ月の暖房光熱費合計で33,000円。まあ、このぐらいはね、1ヶ月かかってたということで、一つ目安にしてください。それではお待たせしました。次に、今期ね、暮らしました。この部屋ね、この部屋。オール電化のリゾートマンションで、築30年のバブリシャス全盛期に建てられたリゾートマンションです。で、部屋の間取りは、1LDK で42平米。間取りも去年住んだガスの、マンションの部屋とほぼ同じ間取りですね。大きな違いとしては、実は今回の部屋、角部屋になりまして、リビングの正面と、それから僕の壁面の部分がね、外気にさらされている状態というのが大きな違いです。それから窓もあります。窓がだから両面にある、二面にあるんですね。さらに、このリビングにある部屋の窓っていうのがもう端から端まで全面、大型のね、こう窓を採用されているので、実はね、採光はすごく
良くて明るくていい部屋なんですけれども、その分ね、冷気が入りやすいっていうところもあるので、去年の部屋に比べると圧倒的にね、ちょっと寒くなりやすい、冷えやすい部屋であるということも一つ条件として、加味しといてもらえればと思います。そして部屋には30年前のね、ベースボードヒーターがついていますが、これね、もうこれまでにもね、再三話していますけども、全然温まらないくせに、とんでもない電気代を食うっていう、無用の長物ってよく言われているものなので、今回うちはね、一回たりともこのベースボードヒーターっていうのは使ってません。我が家で用意した暖房設備だけで、暖房を取りました。その上でね、我が家が今回用意した暖房器具っていうのはこちらです。まずは1200ワットのセラミックファンヒーターを2台用意しました。それからじゃん、600ワットのこたつですね。さらにじゃじゃん、電気毛布2枚。たったこれだけです。たったこれだけの暖房器具で、まあ、厳冬期を乗り切ったわけですけども、はっきり言って寒かったです。特に朝なんかはね、ものすげえ寒かったです。もうこれはね、嘘偽りなく正直に言います。もうね、朝は寒かった。でね、メインの暖房に使ってたのはこたつですね。で、実はね、こたつに入っていればそんなに寒くなくて、部屋の中で過ごしていてもう寒くて仕方がないなんてことは一度もなくてですね、まあ、まずこのこたつ一つあるだけでしっかりと暖は取れていたので、不自由はなかったというか、不便はなかったというかね。で、プラス、セラミックファンヒーターも併用していたんですが、セラミックファンヒーターって本当に温風が吹き出している目の前しか温まらないんですね。なので、例えば、料理をしている妻の足元に置いてあげて、直接彼女を温めるために使用したりとか、あともう一台は寝室を温めたりとか、リビングの補助的な暖房として使っているっていう形で、これがもうとってもこう部屋を快適に温めてくれたかっていうと、実はそういうふうには使えてなかったですね。容量不足というか、1200ワット程度のセラミックファンヒーターだと、そんなにね、部屋を温められるほどのパワーはなかったです。でね、寝るときは、用意した2枚の電気毛布を使って4人で寝てたわけですけども、これはね、もう十分暖かくて、ね、夜中に寒くて目が覚めるなんてことは一度もなかったので、実はね、ものすごい快適に寝れていたので、寝るときは電気毛布さえあれば全く問題はありませんでした。またね、オール電化なので、調理器具もね、IH とか、それからレンジ、オーブンといったすべて家電製品で調理をするようになるので、実はね、料理をしているときに、セラミックファンヒーターを2台動かすと、ブレーカーが落ちちゃうんですね。なんで料理しているときは、ファンヒーター1個を止めなくちゃいけないっていうこともあったりしたので、ここもね、すごく不便だったなってね、改めてね、思います。これね、マンションによって、それから部屋の大きさとかによって、使用できる電力量っていうのも、違うと思うので、一概には言えないんですが、現実的でないボードヒーターを活かしておくぐらいなら、その分ね、同時使用できる 100V の電気量っていうのを、上げてもらった方が、もっといいね、暖房器具を導入できて、快適な暮らしができるのではないかなってね、思いました。そこはぜひね、検討してもらいたいなっていうところではありますね。では、気になる電気代っていうのを発表したいと思います。このお部屋ね、暖房光熱費、1ヶ月平均いくらだったかというと、こちらです。ボン！ 2 万3000円。え？安い。安すぎない？そうなんです。想像以上に安すぎて、実は僕らも驚きを隠せません。1日の平均使用時間というのは8時間っていうところでは、以前の部屋と一緒なんですけども、まあ、例えばね、給湯を深夜電力で、補っているっていうところぐらいで、まあ、そこが違うのかもしれないんですが、結局このマンションでも部屋のお風呂は一回も使用していないので、ちょっとね、どうしてそんなに電気代がかさまなかったのかなっていうのはちょっと不明なんですが、昨年住んでいたガス暖房設備のリゾートマンションの部屋に比べると、1ヶ月の暖房光熱費っていうのはなんと1万円も削減できているという驚愕の事実が発覚しました。ただし、まあ部屋が暖かく、
暮らしやすかったかという点では、ガス暖房の部屋の方が、まあ、圧倒的に軍配が上がるので、これはどちらがベストかというと、まあ、単純には比較できないというのが本音です。で、我が家は3ヶ月間ね、暮らすので、まあ、トータル3万円のコストダウンになるっていうのはもう非常に大きいですね。そして、まあ、実際に寒かったんですけども、問題なく暮らせていたっていうのが事実です。じゃあね、最後に石油ファンヒーターのリゾマンに住んでいた方から聞いた暖房光熱費のコストを発表したいと思います。その部屋は同じく 1LDK 46平米。この部屋にね、ちょっと大きい作りになったかと思うんですけども、間取りはね、ほとんどほぼ同じような間取りで、リビングとそれから寝室にそれぞれ1台ずつ2台の石油ファンヒーターが、常設でついてたそうです。灯油もね、常時自動供給されるタイプのものなので、もうこれは最高に魅力的な暖房設備です。そもそも石油ファンヒーターあったかいですしね。で、こちらのお部屋はね、電気代どのくらいかかったかは聞いてないので、純粋に暖房費、灯油代っていうとこだけになりますが、聞いて驚かないでください。1ヶ月の平均灯油代、なんと、じゃじゃん、3000円。そんなに安いのかい？これね、理由はね、マンションで一括大量購入されるらしいので、多分1000リットルとか、もっとなのかな？とにかくね、大量購入するので、そもそもの単価がものすごく安くなるっていうのも、灯油代が安くなる理由の一つだそうですけれども、それにしてもこの差は大きい。何よりね、石油ファンヒーターすごく暖かいので、それだけでもすでに羨ましいのに、プラス、灯油代がべらぼに安いっていうのはね、本当に魅力的じゃないかなと思います。その分ね、家賃が高かったりするので、もうね、単純比較っていうのは正直できないんですけれども、まあ快適に暮らす冬季のリゾマン暮らしとしては理想的なマンションの一つであるというね、目安として参考にしてもらえればと思います。天然パーマ、へへ。最後になりますが、ユザーのリゾートマンションを選ぶ際には、まあ、特にね、冬季にかかるコストが重要になってくるかと思いますので、今回こういった暖房光熱費の部分を特集しましたけれども、まあ、実際に物件を選ぶ際には注目するべき点は他にもたくさんあったりします。何よりね、こんなたくさんのスキー場に囲まれて暮らせるリゾートマンションっていうのは、全国どこを探しても湯沢以上の環境っていうのは僕はないと思っています。ぜひね、スノーリゾートでの2拠点生活や移住を検討されている方は、この湯沢のリゾートマンションをチェックしてみてください。天然パーマルのチャンネルでは、ユーザーのリゾートマンションに特化した様々な情報を提供しています。他にもね、たくさんのリゾマン情報を、動画にしてアップしてますので、ぜひ見てもらえると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひコメントをいただいたりとかね、それかチャンネル登録してもらったり、高評価の方もよろしくお願いします。というわけで、今日の動画はここまで。ではまた、バイ。Dude, that father is 10 men permed!